はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらでございますね。ガシャポン妖怪メダル第5弾です。はい、こちら近くの妖怪堂に置いてありましたガシャポン妖怪メダルをやってきましたね。それで、ですね、実は2回やれてるんだよね、これ。最初はですね、このタイプのカプセル、こういうやつ、こういうカプセルで置いてあったのが、先週の日曜日ぐらいかな。これは日曜日にやったんでね、だから回数ができなかったんですけども、それで今日ね、仕事帰りに近くの妖怪堂行ったら、今回はこのようなカプセルだったんだよね。カプセルの形がね、違うんだよ。びっくりしちゃった。でも同じガシャポン妖怪メダル第5弾でございますね。今回は全部で12回引けたんですけど、なんとですね、1個しか被んなかった。うん、だから16種類あるんですけども、11メダルも集まっちゃった感じかな、うん、素晴らしい結果でしたね。素晴らしい。では早速ですね、開けていきましょうか、はい、ガシャ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 、それでは今回出た11メダルを紹介していきましょう。まずは虫歯伯爵とマムシ行司、それとマガサスと馬。これはどっちかがどっちかで進化なんだよね。マガサスの進化が馬だっけ。そう、そうかそうか。当選棒とおしっしょうだね。それと近江元帥と影オロチ、フォロはこの2枚だね。そしてこちらが必殺技で、犬神氷結地獄だって。そしてこれが、必殺技のフォロだね、村政の妖刀村政、百鬼姫のときめき百鬼夜行だね。これが、必殺技のフォロだね。はい、以上の11メダルが出ましたね。聞いたことのないやつだけちょっと音声確認をしてみたいんだけど、この8メダルをじゃあちょっと聞いてみようか。テルクイン、マガサス、妖怪メダル、セット、オンオンだっけ。うっすらかあげ、俺たちのおかげ。あれ？マガサス。マガサス。じゃあ次、馬。うん。後ろ影、消化。これも後ろ影か。俺たちのおかげ。馬。馬。まぶしジョージ、セット、オン。ニョロロ、消化。ニョロー、ニョロー、あたたたたたた。まぶしジョージ。まぶしジョージ。まぶし教授、おしっしょ、うん、ときめき召喚、限定おしっしょ、おしっしょだって、おしっしょ、当選本、豪傑召喚、おー、豪傑、豪傑、豪傑、完全無欠の傑出です。当選本、近江元帥、あ、ごめん、読み元帥だった。大見元帥じゃない、読み元帥だって。今思い出す、読み元帥、失礼しました、うん、必殺技フォロー、村政、村政、怖い、不死身やっぱり。最後に百鬼姫、これはきっと可愛いはずだ。プリッチーだもん。プリッチー、プリッチー、友達フックワンチー。百鬼姫。百鬼姫。百鬼姫。ちょっとダメだ、パパ真似できないタイプ。百鬼姫。百鬼姫。はい、ということで今回はガシャポン妖怪メダル第5弾をですね、12回引きまして、11メダル出たね。1枚しか被りませんでしたね。大変良かったね。まあ2回に分けてね、やったっていうのもあってから、なかなかいい結果でしたね。これらのメダルが出ましたね。どうですか、妖怪メダル。ちょっと固定の方がいいかな。そうなんだよね。銀フレームのね、なんか妖怪メダルってちょっと古い感じがしてきたよね。古い感じがしてきた。そう、 Z 特にさ、このメダルがグリーンでさ、半透明ですごいいいからね。古典もなんか古めかしく
赤いからあれはあれでいいんだけどね、この銀フレームの妖怪メダルがちょっとなんか古く感じてきたかなっていう感じはちょっとしますね、だけど一応ね、今週末第4弾発売されるみたいですよ。第4弾まだ、うん、どうします、考えときましょうか。考えときましょう、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。今日の動画はどうだったでしょうかね。面白かったかな、面白かったかな。もし面白いと思った方はですね、ぜひですね高評価をお願いします。そしてですね、質問やですね、こうしたらいいんじゃないかってアドバイスがありましたらですね、ぜひコメント欄の方にコメントをお願いします。そしてチャンネル登録がお済みでない方はですね、マイチャンネルほぼ毎日更新しておりますので、登録していただけるとですね、動画登録欄に出てくるのでですね、ぜひ登録の方もお願いします。